これ私5月その前にその柳家睦美さんとラッドボーンズっていうアーティストさんがいて、その人たちにどっぷりハマったわけですよ。でその前はもうライブって始まった瞬間こうぐちゃってなるわけです、人が来て。だからライブなんて二度と行くかって思った経験があったんですけど、そのライブに行った時に、まあ年配が多いので、私の年代が多いので、そんなにぐちゃって来ることもなく、まあそこの立ち位置で楽しめたし、たまに人がね降ってくるというか、こう人がこうね頭の上通り過ぎるってこともあったりするんだけど、まあ良ければなんとかなるっていうので、嫌なことよりもそこに行って楽しかったの思い出の方が上に行ったので、今頑張って推し活をしているのですけどやっぱり楽しいなと思う。で実際に何が楽しいのかなって思った時に、その音楽を奏でる人とか歌の上手い人って私多分すごく尊敬してるんですよ。すごく尊敬してるっていうのはこう潜在意識には出てきてないけど、それをすごいなーってやっぱり改めて間近で見ると思うから、で音楽を奏でてる人と歌の上手い人、それが全部こう織りなしてるバンドってすごいなっていう、もうただただすごいな。でそこの場所にいる時に、なんかこうリズムを刻むとかそれが恥ずかしいとか思ってた時代もあるんだけど、誰もどうせ見てないでしょっていうので、好きなようにこうリズムを取って好きなように掛け声をかけてる時がちょっとすごく楽しくて、今最近追っかけてますうん、あとそうですね、好きなことをしてる時もみんな各それぞれだと思うんですけど、仕事をしてる時ってみんな楽しくないっていう人いるけど、私は仕事してる時が実は楽しくて、その集中してる時間って自分の癒しにもつながると思うんですよ。集中没頭してる時で癒しで、終わった時にこうすっきりしてるみたいな感じがあって、なんでその集中できる仕事、この仕事がすごく好きかな。鑑定でも何でもその人にずっと集中できちゃうからね。うん、ただですね、この仕事を始めてですね、最初の頃に予約が2ヶ月先まで埋まっちゃったっていうことが実はあるんですよ。でその時に思ったんですけど、その前2ヶ月前の予定のために今の私がいるっていうのは不自然じゃないですか。明日死ぬかもしれないし、わかんないんです、寿命なんて。でもその予約が取れないっていうだけで人気というか、わーっと人が殺到して、そんなね2ヶ月先まで取れないっておかしい状況を作り出したことに、ちょっと私は疑問になって、なるべく予約は取らないって言わないというかキンキンの予約だけでいいですよみたいな、ほんとそんな感じで今までね、なんとか続いてますけども、好きなことしてるのに欲をかいちゃいけないと思うんです。つまり好きだからずっとやり続けられるっていうのはあるよ。だけどそれが2ヶ月先までやり続けることができるのかってなると、今度プライドになっちゃうんですよ、エゴとか。それって不自然なことなのに、そういう私その価値観があるんですよとか、私そういう人なんですなんて間違えちゃったら大変じゃないですか。まあ、おかげさまで間違えないことはなかったんですけど、なんかそういうくだらない思考体で生きてる人もいるじゃないですか。なんか先の予約まで入れないと不安で嫌なんですみたいな、あれはとても不自然それで幸せならもちろんいいけど、よく分解したらあんまりそれは幸せじゃないことかもしれないよってことに気づくといいかもしれないなと私は思いますね。うん、あとそうですね、一人でも楽しかったりするんですよ。今そのゲームとかその
YouTube とか Facebook とか、まあインスタとかあんまり見ないんだけど、そういう皆さんの情報っていうのはちょっと指先一つで、ああそうなんだ、こうなんだ、こんなことしてたんだってこう見ら分かるわけで、うん、ただまあこれも押し付けではないんですけど、私のルールとすると、みんなで集まった時に携帯電話は見ないんですよそれは目の前にいる人の方が大事だから、会って時空間を共にしてる人が何を置いても一番なわけです。ただどうしてもね、どうしてもの時はもちろん LINE とか見なきゃいけない時は 見なきゃいけないけど、極力私携帯出さないんです。なんで写真も撮り忘れたりが多いし、うん、人と集まってて携帯電話出してこうピチコピコやってる人っているんだけど、ああいう人ってやっぱりなんだろうな、もちろんその人は悪気なくやってるけど、もったいないなって思っちゃう。今ここまで移動してきて時間空間共にしてるのに、どことつながってるんだろうかみたいな。だってリモート参加と一緒じゃないかみたいなね。そうじゃなくて、やっぱり会って話して、あとその集まった人の雰囲気とか見て感じれることってたくさんあるから、そっちに集中した方がよっぽどその勉強になるというか、うん、その集まってたまに集まる人がいるっていうのも幸せだし、集まる機会があるっていうのも幸せだし、それがね、こう、いつもの人じゃなくっても、たまたま集まったよっていう人たちでも楽しいし、その気は使うんですよ、もちろんね。その、どういうものが好きなんだとか、どういう話題を持ってる人なんだって知らないから気は使うんだけど、うん、ある程度その耳を傾けるというか、聞いてあげる、その人の何かこう、とにかく一旦聞く、うん、それはその仕事以外でもやってて、そうすると、じゃあ今日はお仕事だったんですかとか、ここに来るまで大丈夫でした、混んでませんでしたとか、そういったものを聞くと、いや、どこどこの道が混んでましたと、じゃあそこで事故があったんですねとか、そういういろんな情報も取れるし、なんでこう人と会っていろんなコミュニケーションして、でその人たちはさらにその人たちのいろんなこうジャンルがあって、それをこう共有してたりするときに楽しいなって思う、うん、なんでその場その時その場限りのエネルギーっていうのをしっかり感じて、ああ幸せだなと、ここに来れてよかったなって、来てよかったなみたいな、なんかほら行く前とか約束の時間に行く前とかって、ああめんどくさいなとか思ったりちょっと今日行きたくないなって思ったりするんですよ。遠足じゃないけど、でも行ったら楽しかったみたいな経験がいっぱい増えると、どうせ行ったら楽しいんだっていうマインドになるから、昔ほど行きたくないなとか思ったことってだんだん減ってきたかな最近。うん、なんで時間に遅れるっていうのが私のあるあるなんだけど、最近時間にね、すぐ行けるようにしてる。それはこうみんなと早く会いたいからそこまで気持ちがね変わるようになりましたね。うん、